さんはあんまり面白くないかもしれないですね。もうガンガン触ってガンガン突っ込んでという形で。で、ちょっとテストプレイでですね、ちょこちょこ街を歩いていたんですけど、それがですね、ほんと死ぬんですよ、このゲーム。ほんとにね、もう悲しいぐらいゲームオーバー祭りになりまして、で、これ、やばいなと思いながら、で、多少、予習、まあ、復習、まあ、過去の動画とか見てですね、で、皆さんのコメントとかをもらって、で、それを、判断材料にしてですね、次に進んでいこうかなとか思っていたりするんですけど、ね、見た目以上にシビアなゲームでした、これ。トントン。お、とても汚いトイレ。掃除してもらわないと使えません。ダメみたいですね。これ一応セーブポイントがあるらしい、あるみたいなんですけど。手洗い。お、お手の手洗い。お手手が綺麗になりました。お、マックス17。いいですね。なんかですね、トイレをこう清掃してくれるキャラクターがいるみたいなので、そのキャラクターにお願いすると、どうも、セーブポイントが増えるらしいです。次の時刻。見えないですよね。10時半。朝の6時半かなんかかな。でですね、本当、ちょっと夜ばっかのシーンで、申し訳ないんですけど、次ですね、へのへの団地っていうとこがどうもあるんですね。こっちにちょっと今度行ってみたいと思います。ですね、本当に真っ暗ですよね。あいつ。で、多分もう少しでもう4時になるので、明るくなって皆さんに見やすい状況になると思います。ね、これで、へのへの団地行き。へのへの団地は、でも何時に電車来るんですかね。団地行きはこっちに電車が多分止まってくれるはずなんですけど、で、木魚探しの方も、まあ、並行して探したいと思うんですけど、どうもさっきの住職のとこにはないみたいなので、新たな新しい場所へ行きたいと思います。全然電車来ないですね。電車が来ないです。どこがどこか。木魚を叩いてるんですね。これは、そういう帰りの電車なんで関係ないと思うんですね。はい、他の人ですね。これは違いますね。はい、つ。あ、7時半に来るみたいです。よし。7時半です。お、来ました。はい、同じ人。なんで？で、見せます。はい、はい、確認しました。はい、それじゃあ乗って待つのねという形で、へのへの団地行き列車が、発車するのねという形です。自分の頭これ鈴になってるんですね。あの鈴をこう思いで木魚代わりに使えばいいんじゃないのかなとか思ってるんですけど、まあ、そうでもないと。最近はもうね、暑くてね、仕方がないんですけど、うちエアコンあるんですけど、エアコン使わないんですよ。すごい暑い中ですね、そのままいてるんですね。まあ、痩せれるかな、みたいな。へのへの団地直ですね。最終は18時半らしいですね。
まだ朝早いので、で、え、これど、どっから降りるんだ？え？降りれない？あ、そんなことないよね。まあ、こっちでね、階段。お！まず何か、発見。あ、トマ！よっ！君が噂の坊ちゃん？ウサギか。こんなところまでよく一人で来たな。偉いぞ。偉いって褒められました。俺、元体育教師の斉藤純一だ。よろしくな。体は若いうちに鍛えていた方がいいぞ。ちなみに俺は剣道3段、柔道4段、合気道5段、書道は4級。オチですね。極真空手、クレイジー、何でしたかね、これ、柔術？クレイジー柔術。クレイジーじゃなかったですね。少林拳法、柔剣道、なんだ？鎮死と、太極拳なんだろうな。八極拳。大東流、なんだろうな。柔術、踊りは、花柳流なんですかね。囲碁、将棋、麻雀、鍛えに鍛えとるぞと。何々、そんなことより大事な話。俺の持っている愛の便箋が欲しい。ああ、いいとも、くれてやろうとも。ただし、君が俺を驚かせてくれ、ん？くれ、驚かせるくらい、出世したらなと。男は出世だ。体と心を鍛えて出世出世と。もし、君が、へのへの工場の部長にでもなったら、就任祝いに愛の便箋をプレゼントしてやろう。若者よ、期待して待っとるぞと。うさぎ君だいぶ若いはずなんですけどね。同棲中話なんですね。へのへの工場自体、この工場自体は、昭和20年に創業しましたと。1から、999番の工業セクションで構成されており、1万人以上の社員が日々作業に勤しんでおります。毎朝のへの体操は別名、丸三角ペケ体操とも呼ばれており、失敗すると、バカにされるので、ご用心ください。丸三角ペケってこれなんかリモコンじゃねえや、コントローラーに対応したあれなんですかね。労働者の皆さん、おはようございます。へのへの工場地帯の朝の放送でございます。仲良く元気にほがらかに、今日も仕事に精を出しましょう。へのへの工場では正社員を募集しております。採用年齢は30歳以上の男子。お、うさぎくんダメなんじゃないのかな。勤務時間8時間、有給、30日以上、多い。給料、月給20万銭以上。まあ普通ですね。経験能力などを考慮し、当社規定により決定します。興味のある方はこの広告をお読みください。渡されました。カバンがいっぱいです。何か一つ捨てましょう。もちろんピクですね。バイバイと。それでは、へのへの団地朝の、人材募集放送を終わりますらしいです。はい、ホイッスーって感じで。